各。いよいよ舞踏大会の日が迫ってきた。俺もテンペストの名手として勝ち星を挙げるぞ。各。こんにちは。ミリムと仲がいいって聞いてます。仲がいいねえ。ミリムは随分とあなたに懐いてるようだけど、あのミリムが認めるあなたの強さ見せてもらうわ。ではこっちもフレイさんの力計らせてもらうよ。そうそう、いい機会なのでお礼を言っておくわ。多くのハーピーを殺したアンゲルスを撃ってくれたこと。その必要はないよ。アンゲルスが一方的に戦争を仕掛けてきたので応じたまで。そう、では遠慮なく戦わせてもらうわね。溢れてるようなエロスに濃殺されそうだった。関係なく強かったけど、一戦目からとんでもない相手だったな。お、カタキ、元気にしてたか？見ての通りだ、変わりない。リトが長いこと世話になってるな。リトはカタキがこの大会に出るって聞いて張り切ってたな。まあでも俺と先に当たったのが運の尽きだ。俺はお前と戦うために来たんだ。こんな復讐の念も恨みもない気持ちで戦う日が来るとはな。それが敵の本心なら俺は嬉しいよ。あの敗北から学んだ俺の成長を見せる。行くぞリムル。
無駄だよ。まだだ。くっそ、くそ。なんでだ。まだだ、まだ。まあでも前向きになっているんだからよしとするか。ビーストマスターカリオンのお出ましか。お手柔らかに頼むよ。クレイマンを倒した魔王にお手柔らかにとはいくまい。御前試合ってカリオンさんの前でみんなが戦うんじゃなくて、カリオンさんと戦うから御前試合なんだってな。そうだ。まあこの戦いが今日のメインイベントと言ってもいいだろう。見ての通り観衆もお待ちかねだ。主催の俺が勝っちゃ悪いけど遠慮なく行かせてもらう。頂上決戦に悪いも何もない、強い者が勝つだけだ。なってきたな。落ちろ。行くぞ。落ちろ。本気で行かせてもらおう。ビーストロア。ビーストマスターの音せや。キラ。よっ。余裕。ふっ。食らいつくせ。無駄だよ。今のは聞いたぜ。死ぬ。バカ。ふん、行くぞ。よし、完璧だな。カリオンさんの百獣化は見られなかったか。百獣化したら殺し合いになるからか、手の内を見せたくなかったからか。盛り上がってはいたからどっちでもいいか。わっはっはっは、リムルよ、決勝戦なのだ。さすが私のマブダチ、ここで会えて嬉しいぞ。決勝戦はやっぱりミリムか。ミリム、あの指輪はどうなったんだ。ああ、この指輪とは仲良くなったのだ。壊れないように気をつけて戦ってきたのだ。ダブルの制限があってもここまで楽勝。リムルよ、分かっているとは思うが、もう蜂蜜攻撃は効かないのだ。当然だ。マブダチ対戦、全力で挑むのみだ。私が勝っても恨みっこなしなのだ。楽しくなってきたぞ。ドラゴンバスター。
なんとか勝てたが。リムル、なかなか楽しかったな。接戦とはこういうのを言うのか。接戦か、そうだな、接戦だったと思う。リムルは今までで一番強かったのだ。実はさっきの戦いで指輪が壊れたのだ。リムルが強くなって嬉しいのだ。これからももっともっと一緒に戦うのだ。うん、そうだな。ありがとう、マブダチ。あんなに泣きそうな悔しそうな顔で、いつか指輪なしで戦ってやるとするか。これで優勝だ。魔王級の奴らは本当の力を隠している感じがする。まあ当たり前か、こんなところで手の内は見せないか。優勝おめでとう。テンペストの名手の名に恥じぬ戦いぶりだった。ああ優勝は嬉しいけど、強者揃いの中を勝ち進むのは超超大変だったよ。実は武闘大会以来、次の戦術を練ったり弱点克服の訓練始めたり、みんながやる気になっててさ。そうかそうか、いっそ定例化するか。いや俺はもうコリゴリなんだけど。優勝した俺は月下戦闘をカリオンさんからもらった。とんでもなく上手くて、テンペストで育てられないか考えてる。結果として武闘大会で両国の関係は一層近しくなり、いい影響があったため定期的に開催されることとなった。かなり大変だったが、みんなの戦闘力のアップデートのためにも俺もたまには参加しようと思う。
戻ったぞ。かく。リムル様、我が友、カリオンさん。うん、リムルか。カレーを気に入ったのか。ふん、まあな。なかなか刺激的な料理で味もいい。気に入ってはいるんだが、残念ながらユーラザニアでは食えないからな。この町に寄った時は必ず一回は食べに来るようになってしまった。魔王にそこまで言ってもらえるとは嬉しい限りだな。これは仮にはならんからな。しかしカリオンさんがユーラザニアでもカレーを食べられるようになれば、ユーラザニアでもカレーが広まって、この町も儲かってウィンウィンでは。ユーラザニアに支店を出すという手もあるが、さすがにまだ早いか。じゃあレトルトカレーかカレールーか。うーむ、せっかくだしカリオンさんにも意見をもらおうか。なあカリオンさん、もしユーラザニアでもカレーを食べられるとしたら、店の味をそのまま家でも食べられるようにするべきか、それともアレンジの効くように調理前のカレールーで提供するか、どっちがいいと思う？ほう、そうだな。国の者にはこの町のカレーの味を食べさせるのがいいだろうな。ふむ、わかった。その方向で検討してみるよ。おお、何か考えてくれるのか。そりゃありがたいな。まあそれなりに期待しといてくれよ。カリオンさんの要望に応えるならレトルトカレーだな。となれば、まずはカレーを包むレトルトパウチを作らないとな。パウチの素材って確か合成樹脂とかだったっけ。ラファエルさん、なんかいい感じにパウチって作れないかな。カイ、ヘルモスによる魔素を含んだ糸で作成した袋にプラチナサウルスの金属部分を使用し膜にすれば擬似的に再現可能です。おお、できるのか。そうそう、缶詰で使うあの虫も必要だな。そうと決まれば早速材料集めに行こう。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。いやどうも、リムル殿。リムルさん、能力の上昇率を開示します。出発だ。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。うりゃ、そりゃ落ちろ。くっ、楽しくなってきたぞ。ドラゴンバスター、楽しくなってきたぞ。よっ、わっ、それこっ、邪魔なのだ。よっ、邪魔なのだ。存分に褒めてくれていいのだぞ。よし、完璧だな。コク、接敵を確認しました。とっておきなのだ、ドラゴンノバ。とっておきなのだ。てめる、そりゃ、
だぞ。ドラゴンバスターと行くのだ。存分に褒めてくれていいのだぞ。接敵を確認しました。とっておきなのだ。ドラゴンノヴァ。とっておきなのだ。終わりじゃないわ。撃せるのだ。そりゃ撃せるのだ。とはよ。悪くなかっただろう。当然のこと。任せたぞ。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。落ちろ。消えなさい。やっ、油断し、よっ、そりゃ、おりゃ、そりゃ、落ちろ。うん、コツをつかめばって感じか。当然の勝利。なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。悪い、任せるぞ。コック、強敵を発見しました。よし、素材はこんなもんだろう。工房に行けば誰かいるかな。よう、ガルムじゃないか。こりゃリムルの旦那、今日はどうしたんだい。ちょうどよかった。ちょっと携帯用食料を作ろうと思ってな。携帯用食料ってと？持ち運べて簡単な調理方法で食べられる食料さ。
今回カレーのそれを作りたくてな。おまけに長期保存もできるようにしたい。素材は持ってきたんだが、ガルム、これでなんとかならないか。いやに用意がいいな、旦那。何これはすごい。確かにこの材料があれば長期間食料を保存できる袋を作ることができるぜ。それにしてもどうしてそれが分かったんだい。ヒッヒッヒ、まあ俺だからな。とにかくちょっと作ってもらえないか。ああ、ちょっと待っててもらえますか。すぐに作りますんで。どうですかい。おお、なかなかいい感じじゃないか。ラファエルさん、これってどれくらい保存が効くんだ。はい、保存期間は1年程度です。おお、そりゃすごい。期待通りだな。ありがとな、ガルム。これでなんとかなりそうだ。お安いご用ですぜ。また何かあったらいつでも言ってください。早速カリオさんに持って行ってやろう。コック、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。おお、大量だな。リムル様。リムル、ついに完成したぞ。カリオンさん、完成なあ。前に言っていたユーラザニアでもカレーが食えるってやつか。ああ、これの中にカレーが入っているから、お湯で温めて袋を開けてからご飯にかけて食べるんだ。ほう、鎧みたいに輝いてるな。問題はないだろうが、ぜひ食べた感想を聞かせてほしい。おお、これは楽しみだな。どうだった？うん、うまかったぞ。これがいつでもどこでも食べられるのは素晴らしい。そうか、よかったよかった。ちなみにそれは1年保存しておけるんだぜ。もちろんラファエルさんのお墨付きだ。ほう、1年もか。それに袋も丈夫なんだ。悪くないだろう。気に入ったぜ。よし、持ち帰れるだけ持って帰らせてくれ。持ち帰れるだけ。おおよ、これで国のやつらにもこのカレーを食べさせることができる。それがあればカレーが恋しくてこっちに来ることも減るんじゃないか。バカを言うな。店から漂うあの香りがたまらんのだ。また近いうちに食べに来るからな。すごい熱いだな。あっちの世界の料理はミリムも大絶賛だったが、また魔王が一人魅了されたか。元の世界でもそうだったけど、カレーはどこでも大人気だな。コック、目標を達成しました。よし、目標達成。我が友、リムル様。コック、建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。
を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。頼んだぞ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。建築を実行しますか。
よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行します。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ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 。実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。
建築を実行しました。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。リムル様。リムル様。コク。